はいどうも皆さんこんにちは。今回はスパイダーマンファーフロムホームからドクターストレンジ2について考えていきたいと思います。このファーフロムホームの映画には今後の MCU のフェーズ4へのヒントというのがいくつか隠されていたと思いますが、その中でドクターストレンジの名前も登場しました。ドクターストレンジとスパイダーマンというと、2004年に公開されたスパイダーマン2でもデイリービューグルの編集長の JJJ がドクターストレンジの名前を口にしていましたが、今回のファーフロムホームではピーターが口にしていました。その場面というのがピーターがニック・フューリーとマリア・ヒルたちといる場面で、ピーターはソーとキャプテン・マーベルとドクターストレンジの名前を口にしていました。そこでソーとドクターストレンジは戦いに参加できないことが分かって、ニック・フューリーはキャプテン・マーベルの名前を聞いた時にその名前を口にするなと言っていました。キャプテン・マーベルはエンドゲームでも分かった通りかなり忙しそうで、他の宇宙にも行って助けたりしなければいけないので今回は参加できませんでした。ソーについてはエンドゲームの最後、ガーディアンズと一緒に旅をすることが分かったのでキャプテン・マーベル同様参加することはできませんでした。しかしドクター・ストレンジについてはエンドゲームの最後からはどうなったのかということはよく分かりません。ドクター・ストレンジについては魔法使いなので、もしかしたらミステリオンの作り出すイリュージョンというのがインチキであるということがすぐに分かって自分が出る幕ではないと思ったのかもしれませんが、ドクターストレンジが何か自分で対処しなければならない問題を抱えていた可能性もあります。この答えというのはおそらくドクターストレンジ2で明らかとなると思いますが、一つの理由として考えられるのはモードだと思います。モードは前作の最後で敵となってしまったので、ファーフロムホームの時には彼と戦っていたということもあると思います。また今のドクターストレンジはこれまでのようにタイムストーンを持っていません。エンドゲームの途中でエンシェントワンが言っていましたが、インフィニティストーンがなくなった世界からは脅威と戦うための武器がなくなってしまうと言っていました。ドクターストレンジの場合の脅威というのはドルマムだと思います。ドクターストレンジの敵というのはおそらくまだ他にもいて、前作のドクターストレンジと今後公開されるドクターストレンジ2の監督を務めるスコット・ダレクソンのインスタグラムを見てみると、そこで彼はインスタグラムにネーモアな写真を投稿しています。この監督の写真の投稿から考えると、今後ドクターストレンジの映画でネーモアが敵として登場する可能性もあるのではないかと思います。皆さんはドクターストレンジがなぜファーフロムホームでは登場することができなかったのか、またドクターストレンジはこの頃何をしていたと思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。